どうもこんばんは、ピヌさんです。コーヒートークの続きやっていきます。よろしくお願いします。まあどれくらい長いんだろうねっていうのはあるよね。うい、この新聞ってなんか関係あんのかね。いらっしゃ、あれ、いらっしゃいませ。宇宙飛行士、どうもです。こんばんは。こんばんは、お客様。おっと、いつもの地球言語的問題です。なかなか慣れません。あなたのことをお客様と呼んでも？もちろんです。好きなように呼んでください。ちっとも気にしないので。何か頼まれますか、お客様？あ、そうでした。注文を伝えなければ。失礼しました。あなたのおすすめは？我々にはどのみち味の違いがわかりませんので。どういう意味です？いいんです。忘れてください。この店で一番高い飲み物は何でしょう？うちの店は均一料金なんだ。ああ、そうなんだ。本当に？それは興味深いです。我々がこれまでに訪れた店とはまるで違う。それでご注文の方は？そうですね。それでは、お任せで。お任せ？お任せで。お任せか。なんか増えてるな。なんか変なもの作っちゃおうかな。シナモン。コーヒーにシナモン。レモン。いやー、まあ。あー、作れるんだ。シナモンレモンコーヒー。こういうのは多分もうメニューになってないんでしょうね。お待ちどうさま。お口に合うといいが、ご心配なくそこは問題になりませんので。では飲んでみましょうか。何か？いや、何でも。そうですか。すまないお客さん。何でしょう？どうしてカップの中に指を？おかしなことを聞きますね。もちろん飲んでいるからです。飲んでいる？はい、飲んでいる。ああ、そうか、そうでした。うっかり忘れていて、地球人は発生器官を使って飲むんですよね。我々は触手を使って飲みます。大抵はポリプロピレン製の飲料器具を渡されるものですから。なんだって。地球人がプラスチックと呼ぶ細長いチューブ状のものです。ストローかい？はい。地球人はなぜストローをよく使うのでしょう？ストローなしでも飲めるのに。しかるに我々が遭遇した飲料機械の 87.76% で、あのプラスチック穴あき棒が提供され、そのせいでこの星に深刻な汚染を引き起こしている。とにかくストローでどうやって飲むんだい？先ほどと同じようにです。ただしプラスチック穴あき棒のおかげで地球人が飲み物と呼ぶ混合液に触手を浸さずに済みます。とても便利なものです。地球人の判断過程においては利便性が重視されるのかもしれません。なるほど。君がストローを使っても怪しまれないだろうな。その通りです。ところで今着いたばかりだと言ったが、どこから来たんだい？遠くから。詳しく説明するのはなかなか難しくて、
ですが、一つだけお教えしましょう。我々はとある任務を帯びています。任務？はい。どういった任務だい？地球人が女と呼ぶものを、捜索します。それから交配する。つまり君は遥か遠くの国から合コンしに来たってことかい？合コン？我々の任務と合成コンクリートとは何の関連性もありません。いや、そういう合コンじゃなくて。ああ、これは失礼。ですが違います。我々の任務は合同コンクールとも関係ありません。いや、そっちの合コンでもない。ああ、またまた失礼しました。地球人の言語は時として本当に混乱させられます。心配ない。僕たちだって四苦八苦してるよ。地球人はコミュニケーション法の改善に取り組むべきです。もっと単純かつ直接的な意思伝達方法はいくらでもあります。いろいろな星を見てきましたが、この星のコミュニケーション法は最低です。グーの音も出ないよ。で、任務は順調かい？不調です。我々はこの独創的なコミュニケーションツールを使っています。我々のデータによれば、地球上での交配の多くがこのツールでの交流から始まっているとか。ですが、交流の成功率に比して交配の成功率は高くありません。ほう？そういったツールは初めて聞くが。何？ツイッターとかフェイスブックとかそういうこと？待った。それって出会い系アプリのことかい？ああ、出会い系アプリ。炎のマークが符号に使われています。ちょっと水飲もう。ああ、そいつは出会い系アプリだ。出会い系アプリあるかな？ないかな？ですが、このツールにはいくつか相反性があります。というと？我々の理解によれば、このアプリのユーザーは画面を左右へスワイプする必要がある。交配したくないときは左へスワイプして、交配したいときは右へスワイプする。そして両者が右へスワイプしたとき、自己紹介が始まり交配プロセスへ移行するものかと。うまくいってないんだね。大半の方は交流プラットフォームで交流を始めた途端怒り出すのです。中には不適切な言葉を使ってくる方もいて、まあなんて言えばいいのか。けど大半はと言ったね。知らない人もいたわけかい？はい、テキストで笑っている方もあったのかい？会合を手配しましたが、しましたが、ほとんど来ませんでした。けど来た人もいた。はい、ですが彼らのコミュニケーション方法に戸惑っていて、成果は上がっていません。我々のデータベースが推薦する場所を何箇所も訪れたのに。で、このカフェがそのおすすめの中に入っていたのかい？そうです。そいつは興味深い。なら君はここで誰かと会う約束を？はい。ですが約束の時刻は過ぎています。地球人は個体によって時間の解釈が異なるのかも。そいつは正しいよ。お？やあ、こんばんは。こんばんは。何か飲むかい？カフェラテをくれ。カフェラテって、コーヒー牛乳だっけ？コーヒー、あ、待って、レシピあんのよ。コーヒー牛乳だ。はい。イエス。お待ちどうさま。あんがとよ。どうです？目。
気に入ってもらえてよかった。今日もまた本を読みに。ああ、そういうこった。ごゆっくりどうぞ。なんか俺に用か。はい、なんでも。失礼しました。そっか、あ、実は女性、いや違う、ちん、この右側の人女性かな、もしかしたらね。その失礼ですが、んだよ、どなたかお待ちでしょうか。やれやれ、またかよ。いや、誰とも待ち合わせちゃいねえ。本当に？本当だ。俺は誰も待ってねえ。と言いますのも、我々はこのアプリの方を、このアプリの方を待っており、彼女はあなたのようなオークなのです。ああ、オークか。あのなあ、第一に俺はこの世でたった一人の女オークじゃねえ。つかよ、純粋なオークってわけでも。ですが、あなたの名前は、ウルク、はい、69なのでは？なんてこったい。こいつ頭がいかれてんのか。申し訳ない、お客さん。この辺の人じゃないらしくて。それで、質問に答えていただけますか？あなたは、ウルクと書いてオークなのかな？オークハイ69でしょうか？ちげえよ。俺はマートル、ウルクハイ69なんて名前は使ったこともね。おお、本当に彼女じゃないのですね。足りめえだろ。まったく最近の男どもはよ。ああ、マートルはでも女性なんすね。そんなに彼女が欲しいけや、ダチに紹介してもらえっつうの。それか、クラブへ行くとかだな。ですが、我々はこの星では友達がおりません。なあ、この辺の人じゃないっていうのは、地球人じゃないってことか。今までの話を総合すると、この方は他の星から来たようだ。マジかよ。割り込んですみません。今、クラブと言いましたが、どういった活動のことでしょう。検索結果によると、地球上には膨大な数のクラブがあります。中には実に興味深いものも。例えばこのクラブは宇宙探検がテーマで、店名はトレッキーズです。俺の言ったことは忘れろ。その女オークとは何時に待ち合わせてた？現地時間で約1時間前です。それってすっぽかされてんぜ。どういう意味です？彼女はまず現れないってことだ。現実を教えちまってすまねえ。おそらくマートーさんの言う通りだ。彼女には連絡してみたのかい？しました。アプリでは既読になっています。返事は来た？いや、まだ。あ、いたたた。だったら 100% すっぽかされてだ。彼女は来ねえよ。僕もそう思う。そうですか。我々はとても客観的な種族ですが、地球人の曖昧さから全く新しい感情を学びました。前にもあったのか？はい、何度も。そっか、それはつれえな。けどよ、だったら戦略を変えるべきなんじゃねえか？地球人は後輩のために戦略を用いるのですか？おうよ、めちゃくちゃ複雑な戦略をな。地球人には驚かされてばかりです。だとすれば、我々がこの店にいる必要はもうありません。どうぞ、ゆっくりしてってくれ。いえ、平気です。今すぐ報告に戻らなければ。
しかし将来的にはまたこの店を訪れるでしょう。とてもいいお店です、店主さん。バリスタでいい。お時間を取らせました、バリスタ。それと貴重なご意見をどうも、マートさん。地球人の荒廃戦略についてしっかり学んできます。そうしな。ちなみにデート作法とも言うぜ。戦略で検索するのもありだけどな。覚えておきます。では我々は失礼します。気をつけてお帰りを。お、フレイヤ。うーわー、今の人って噛んだ。今の人って何なの？まあ、やあフレイヤ、この店にどうして宇宙飛行士がいるわけ？飲み物を飲み、友人を待つためのようだ。それってどういう友人？犬のライカちゃん？出会い系アプリで知り合った子だ。あー、それ見たかった。どういう子だった？現れなかった。あっちゃー。かわいそうな宇宙飛行士さん。なんでデートの前に宇宙服を脱がなかったんだろう。職業アピールってのは珍しくないけど、あれってさすがに見え見えだし、おそらくあの人は宇宙飛行士じゃない。その一般的な意味での。え、それってどういうこと？多分異星人だ。異星人？それってニューヨークの英国人的な、それともエイリアン的な？エイリアン的な異星人だ。宇宙からやってきた？おそらくは。あるいは別次元か。まあ、よくわからないが。すっご。っていうか、超すっご。そりゃまあ、この店にはいろんなお客さんが来るけど、さすがに、ぶっ飛び。この店をやってると人生退屈しないよ。そんだからこの店について書きたいの。そいや、進捗はどうだい？本のこと？ああ、そうだ。君が今まさに書いているあの本のことだ。それが実際うまくいってる。素晴らしい。読んでも？それってどういうこと？今までに書いた原稿を読ませてくれるか？ダメ。絶対ダメ。なぜ？まだ途中だし。おいおい、もっと自信を持つんだ。君はいい物書きじゃないか。それに作品の出来に自信がないなら、僕が改善点を挙げてもいい。確かにそうね。しかもすでに原稿は擦ってあって、どの道見せる気だったと。えへへ。迷ってたけど、とにかくこれが人に見せられる最初の原稿ってわけ。もったいぶらずに読ませてくれ。君の作品のことはよくわかってるつもりだ。はいはい、わかりました。じゃあカバンから原稿を出すね。正直に落として正直な感想を聞かせて。わかった。で、原稿を渡してくれるかい？大丈夫だ、フレイヤ。はい、どうぞ。ありがとう。では、拝見しよう。ねえ、どう？面白い？おいおい、そう、せかさないでくれ。ふむ。何がダメ？そんなにひどい？主役が、うわー、書き方がいまいちだった。僕の性格と合ってない。だってあなたがモデルじゃないもん。そいつは残念だ。最高のモデルが毎日君の目の前に立っているというのに。最高のモデル？あなたが？
あなたほど謎めいてる人は他に知りませんって。おっと、お客さんが来たようだ。ちょっと原稿、まだ途中だ。お、新しい人だ。いらっしゃい。店内で、それともお持ち帰りで？店内でお願いします。何になさいますか？その前に座ったらどうだい？今すぐ注文します。急ぐことはない。ごゆっくりどうぞ。ちょっとややこしい注文でも、うちの材料で作れる限りは。好きなものを頼んでくれ。だったらマサラチャイはご存知ですか？スパイスの効いたインドの紅茶かい？はい、マサラチャイをお願いします。マサラチャイ？マサラチャイ、なんかトピックでは出たんだよな。あれでも載ってないな。紅茶、スパイスの効いた紅茶、シナモン、レモンじゃない、生姜かな。紅茶、シナモン、レモンだな。いやでもチャイだから牛乳入れるべきでしょ。あ、これ違うわ。これは違うわ。紅茶、ミルク、シナモン、違うな。なんだろう、マサラチャイ、紅茶、生姜、ミルク。あ、違うわ。マサラチャイ、いやマサラチャイか、わかんないな。でも紅茶でしょ。違うな。まああと組み合わせなんだよな。いや、紅茶、ハチミツ、シナモンにしよう。もうこれでいいや。出しちゃおう。お待ちどうさま。これってどうかしたかい？いえ、なんでも。まずは飲んでみましょうか。やっぱり。どうしたんだい？あー、ごめんなさい。あなたが聞いてるとは思わなくて。この飲み物は美味しいですけど、私が頼んだものではありません。すまん、ほんとすまん。すまない、僕のミスだ。申し訳ない。そんなお気になさらず。いいのかい？ええ、恐縮だよ、お嬢さん。いやー、なんかね、ロード画面で出たんだよな、マサラチャイの作り方な。でも覚えてなかったわ。どこまで話したっけ？主人公のことだ。この主人公は実に君っぽい。ご名答。私を知ってる読者なら、読んですぐ気づくよね。いいのかい？うん、どうして？自分に酔ってる気が。そこはご心配なく。普通の読者さんは気づかないし。それに私みたいな主人公だと筆がサクサク進んじゃうの。君がそう言うなら。ごめんなさい。ん？何か言った？はい、いきなり割り込んじゃってすみません。あなたって作家さんなのですか？うん、そうだよ。
それってすごいです。けどまあ短めのフィクションを書いてるだけ。新聞に短編を寄稿してるの。あとはこの街の人がテーマのノンフィクションとか。彼女は小説も書いていてね。ちょうど今原稿を読んでいた。ちょっと。すごい。今までに何冊書いたんです？実はこれが一冊目、書き上げられたらだけど。私ずっと小説家になりたくて。けど言葉を紡ぐのって難しい。私はライターだけど、紡ぐなんて難しい言葉は使えないよ。よく言われます、私の語彙は変わってるって。あなたは何のお仕事？あ、名前なんだっけ。ごめんなさい、私はアクア。どうもアクア、私はフレイヤ。そしてこちらのバリスタがバリスタね。はじめまして、アクアさん。はじめまして。それでそう、あなたの仕事は？大学の研究員です。それと余暇にゲームを作ったり。へえ、それって私の仕事よりかっこいいじゃん。ありがとうございます。書くのが苦手と言ったけど、研究論文だって相当書くんじゃない？はい、確かに。ですがあれは事実を書き連ねるだけ。物語を書くのとは違います。ちなみにどういう分野の研究者なの？専門はコンピューターグラフィックスです。うわー、計算ばかりの退屈な仕事です。メディアに取り上げられるような仕事じゃない。読む人なんていないでしょうし。あ、いけない。あなたが記者さんって忘れてました。気を悪くさせてしまったらごめんなさい。あはは、いいって。何でもかんでも謝ることないし。気にしないで。いきなり割り込んですまねえが。いいえ。あんた今コンピューターグラフィックスの研究者って言ったか。そうです。ひょっとして三次元環境流体レンダリングの最新技術に関する論文を書いてねえか。共同執筆者の一人が確かアクアって名前だった。あら、やだ、それは私です。読んだのですか？おうよ、俺が取り組んでるプロジェクトには重要なことだ。それってどういうプロジェクトです？フルメタルコンフリクトっていうゲームシリーズだ。びっくり、あなたがフルコンの開発を？いけない。いきなり取り乱してすみません。いいさ、自分が携わってるゲームのファンにあって悪い気はしねえよ。私あのシリーズの大ファンなんです。ところでアクアと申します。あ、もうご存知でしたっけ。俺はマートル。それでマートルさんは何を担当なさってるんです？テクニカルアーティストだ。ああ、なるほど。あんたらの話を邪魔して悪いが、名刺か何かもらってもいいか。俺らのチームで話し合いたいことがあってよ。共通のお問い合わせフォームからあんたの研究所へ質問を送ったんだ。けどよ、まだ返事がなくて。ああ、そんなのしょっちゅうです。あのホームでの質問は別の部署へ届くので、返答に手間取ることがあって、本当にごめんなさい。いいんだ、そんな気がしてた。今は名刺を持っておりませんが、メールアドレスを交換しておきましょうか。いいぜ。これが私のメアドです。バッチリだ。今話したフルメタルコンフリクトって、今度映画化されるっていうあのゲーム？ああ、それだ。ぶっちゃけ俺はゲームの映画化には反対だった。腐ってもホリウッドだしよ。予算をたっぷり使ってド派手な映像を生み出せるんだろうが、きっとゲーム版とは別物になっちまう。どうして？ゲームによってはゲームという媒体でしかストーリーを語れないものなんです。フルコンもそういった類のタイトルです。へえ、面白い。ゲームはすんのかい？あまり？
ヘンテコな抽象画のゲームは好きだけど、画廊で見かけるようなタイプのゲーム、マジかい。そいつは変わってら。よく変わってるって言われる。いや、ちげえんだ。アート系ゲームで遊ぶのは大抵、最近のゲームに飽きちまってるゲーマーだからな。確かに。ですが、アート系ゲームはメジャーな作品と比べて、訴求するマーケットが全く異なる気がします。故にプレイヤーの多くがゲーマーではありません。プレイのハードルは低めでも、感じ取るのは難しい。より広範かつ高度な理解力が全体として求められるんです。ごめんなさい。つい喋りすぎちゃって。少なくとも私はそう考えます。いい点ついてだ。うん、すっごく視点が鋭いって思った。私があの手のゲームで遊ぶのは周りの影響だけど、だろうな、あんたは都会のアート系って感じだ。図星です。じゃあ映画化に関する俺の意見も分かってくれたか。なんとなくね。とにかくまあ、俺はもう行くわ。明日の朝一で質問のことで連絡するからよ。え、今何時ですか？いけない、私も帰らなきゃ。だったら一緒にバス停まで歩くか。あなたさえ良ければぜひ、マートルさん。マートルでいい。で、もちろん嫌じゃねえさ。もう行けっか。はい。本当にありがとう、バリッサさん。それとあなたも、フレイヤさん。執筆頑張ってください。気をつけて帰ってね。はい。じゃあまたな、皆さん。気をつけてお帰りを。それで、楽しいおしゃべりだった。けどまだ原稿の感想を聞いてない。ちょくちょく読んでたの知ってんだから。いい感じだ。そーん。それだけっすか。僕は編集者ではない。改善点を細かくリストアップしようとは言わないよね。言う。はあ？あなたは確かに謎めいた人だけど、私ってここの常連だよ。原稿を読んでる時の表情を見たもん。言いたいことがどっさりあるんでしょ？認めなさいよ。わかった。僕の負けだ。ただ長くなるぞ。それと思ったことを正直に話す。ごっくり。ああ、まだ夜は長いし。かかってきなさい。よろしい。では導入部から。おー、終わった。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。